け。視点を取られた。こうなったら出すしかないな。決勝まで出さずに済めばいいと思っていたが、みんなこの試合手の内を隠している余裕はないぞ。国際ジュニアユース大会準決勝第一試合、全日本ジュニアユース対地元フランスジュニアユースの試合は、開始早々全日本が翼くんの見事なシュートで先制しました。ボールはピエールくんからナポレオンくんへ。来い、お前にはエース殺しのこの相談誠がマークや。ふん、戻せナポレオン。俺にバックパスだナポレオン。ピエール何よそ見してるんや。相手はワイヤで。あと、ソラ君がナポレオン君の足を払う形になった。この野郎。審判は反則には取りません。そのまま流します。止めてやる。あと、ピエール君自ら石崎君に向かっていきます。何考えてんだこいつ。飛んだ。ピエール君華麗なジャンプで石崎君をかわした。あと、石崎君そのまま石崎君と激突。見せてやろう、これが俺の。ピエール君ロングシュートに行く。回転はかけていない。スピードもヒューガさんほどじゃない。取れる。なんだ今のシュートは。決まった。キャッチ寸前にボールが落ちました。ピエール君独自のシュートです。ランスあっという間に同点に追いつきました。あと激しく揉み合っています。これはソーダ君とナポレオン君。離せ。両者にイエローカードです。二人とも熱くなりすぎました。落ち着け。そうだ。俺たちは遊びに来てるんじゃない。チームと母国と、そして自分自身のためにみんな真剣にプレーしているんだ。この先勝手なことは俺が許さん。分かったな、ナポレオン。エルシド・ピエール、華麗なドリブルからのあのシュートといい、そしてチームのキャプテンとしての適切なあの態度、なんてすごい選手なんだ。そう熱くなるな、そうだ。ああ、すまん。ごめん、みんな。ピエールのマークは僕なのに。いや、悪いのは俺だよ。俺が岬にぶつかって、それで過ぎてしまったことはもういいさ。それよりこれからだ。まだ同点。さあ、気を取り直していこうぜ。ああ、さあ、同点に追いつかれた全日本のキックオフで試合再開です。全日本ゴールデンコンビの攻撃です。見事なコンビネーション、見事なパスワーク。この二人のプレーは。さあ、翼くんシュートに行く。得意のドライブシュートか。なんだと。いや違う、ストンと落ちた。くそ、コースが甘かった。そんなバカな、俺のスライダーシュートを。惜しくもポストに当たりゴールはなりませんでしたが、先ほど見せたピエール君の独自のシュートをあっという間にコピーしてしまいました。そんな、俺が苦心して作り上げたスライダーシュートを。変わってないな、翼。相手の得意なもの、いいところを全て自分のものにしてしまう。昔のサッカー小僧のままだ。やっぱり来たな、ロベルト。ワルパス監督。それにしても大した選手だな。ドライブシュートの応用だろうが、一度見ただけで自分のものにしてしまうとはな。アルゼンチンでもきっと注目されるよ。行くぜ。勝ち越しのゴールを挙げるのは俺だ。
あとピエール君真正面からボールをカットに行く。ボールを奪った。さあそのままドリブルで上がります。マークに行くのは三崎君です。あとこれも強引に突破。反則スレスレのハードプレー。三崎君のマークを振ったピエール君、さあ今度は逆にフランスのチャンス到来。俺が行く。激しく衝突した。走り込むナポレオン君、ソーダ君も懸命にマークにつく。もらった。走るか。こちらヘディングの争い、空中で激突、もつれた。おっとこれはイエローカード。ソーダ君にこの試合2つ目のイエローカード、これは退場です。そんなアホな、今のはわざとやない。なんで俺が退場なんよ。審判の判定は絶対だ。なんてなんだと退場しろ。俺は退場させられるようなことは何もしてへんで。翼、審判、これは全日本キャプテンとして抗議します。あのプレーは反則と判断されても文句は言えない。しかし総田君のパンチはわざとではない、偶然当たってしまったんだ。退場の判定は取り下げてください。これは全日本激しい抗議。しかし一度下った判定は覆ることはないでしょう。あとこれは三度イエローカード。なんやって。総田君に続き審判に抗議した翼君にもイエローカード。これは厳しい審判の判定です。スタンドはブーイング。当然地元の観客は審判の味方です。審判に立てつくなんて生意気だぞ。いつも退場だ。もうええ翼、お前まで退場になってしもたらもう試合にはならへん。総田君。総田君、審判の判定に従いグラウンドを出ます。代わりの選手は補充できません。全日本試合の残りを1人少ない10人で戦わなくてはなりません。さあ PK だ。しかもフランスには PK が与えられています。さあ蹴るのはもちろんピエール君です。そうだ、止めるぞ。こっちだ。決まった。若島君完全に逆を突かれました。軸足の向きと逆に蹴る、プロじゃ常識のプレーだよね。お前も一度警告を受けているんだ、忘れるなよ。分かってるって。そうだの分も俺たちでやるしかないんだ。行くぞ。なかなかやるじゃねえか。くらえ。あと、ナポレオン君の激しいショルダーチャージ、これは反則でしょう。ふわっと取りません、フランスボール。なんであれが反則じゃねえんだ。行くぜ翼。おう。さあ、ヒューガ君と翼君のコンビで攻め上がります。全日本、シュートを打つのはどちらでしょうか。の強烈なタイガーショット、全日本あっさり同点に追いつきました。よし。おっと、これはノーゴールの判定です。オフサイドの旗が上がっています。どうして今のがオフサイドなんだ。あとこの間にフランスは試合を再開。全日本これは早く戻った方がいい。頑張ってくれみんな。フランス見事なカウンターアタック。やはり総田君のかけた穴を突かれました。一人少ない全日本、決定的な差をつけられたか。おっと、翼君のこのプレーが密集地での危険なプレーとみなされました。全日本またも幻のゴールとなってしまいました。さあ翼君ごぼう抜き、スピードに乗ったドリブルで誰も止められない。さあシュートに行くぞ。キーパーと1対1。決まった、ゴール。よし。おっと、これはゴールのホイッスルではありません。ということはシュートの前に前半終了のホイッスル。またもノーゴール。なんだと。ノーゴール。みんなふざけやがって。試合は3対1、2点リードされている。そうか。
俺のせいや。くそ、あの審判め。落ち着け、ヒューガー。しかし3回もだぞ。3回もノーゴールと判定されたんだ。本当ならこっちが1点リードしているはずなんだ。その通りだ。あの審判、試合が終わったら袋叩きにしてやりたい。みんな、俺たちのこの怒りはボールにぶつけよう。ソーダ君は怒りをぶつけたくてもぶつける場所がないんだ。翼、後半正真正銘のゴールを奪って必ず逆転するんだ。そして俺たちは勝つんだ。よし、やってやろうじゃねえか。そうだ、お前の怒りをぶつけるのは明日の決勝戦だ。必ずその場所を作ってやるぞ。行くぜ。みんな、2点リードとはいえ審判の判定に助けられたところもあるんだ。浮かれるなよ。どうやら西ドイツの相手はフランスのようだな。わかりませんよ、2点では。いや、ホームタウンデシジョンさ。地元有利ってやつですか。ああ、ワールドカップを見てもわかるだろう。南米の開催国では南米チーム、ヨーロッパではヨーロッパのチームが優勝しているんだ。ましてやジャポンはサッカーでは馴染みがない。試合が五分でも勝ち目は薄い。雨か。パルクでプランススタジアムに雨がぱらつき始めました。その中を両チーム選手の入場です。すぐに止んでくれるといいけどな。いや、この雨はちょっとやそっとじゃ止まないよ。あんまり降るとやりにくくなるな。だが条件は同じなんだ。あ、分かってる。雨の準決勝。監督、最後の10分間と言わず僕はいつでも行けますよ。遠慮せずにいつでも使ってください。よし、分かった。源蔵、今一番試合に出たいのはお前かもしれんな。俺は神様なんて一度も信じたことねえけど、今度ばっかしはしょうがねえんや。もしも神様がおるなら頼む。全日本を勝たせてくれ、お願いや。さあ、後半開始早々、全日本は翼くん、美咲くんのゴールデンコンビで攻め上がります。いつもながら素晴らしい連携プレーです。パスのコースさえ読めれば止められる。ここだ。うまい翼くん、パスと見せかけドリブルで突破。しかし美咲くんにはピエールくんのマークがついています。さあ、どこに出すか。よし、あと前線にロングパス。そこにはノーマークのヒューアくんが走り込む。まずい。よし、あっと、これは完全にオフサイド。翼くんのパスと同時に一斉に上がりましたフランスディフェンス陣。全日本オフサイドトラップに引っかかりました。オフサイドトラップ、見過ぎの武蔵が得意だった技だ。どうやら奥の手を出してきたようだな。ジャポンはいよいよ苦しくなったな。フランスにあそこまでやられては。まだまだこれからですよ。翼は逆境に強い男なんです。それはよく知ってるよ。何しろ我々は4点リードしながら追いつかれ負けたのだからね。もう1点もやれないぞ。ああ、来た、止めてやる。さあ、ピエール君、どこへ出すか。ナポレオンにはやっぱりマンツーマンのマークか。ほっ、おっと、ボールがこぼれた。キーパー若島君、ダイビングキャッチ。それ。そしてボールは佐野君へ。これはうまい、軽業師佐野君、面目躍如、中盤を一人で突破。くらえ。さあ、ボールはキャプテン翼君に渡った。すかさずドリブルで上がります翼君。そして美咲君がフォロー。一人少ない全日本、中盤からの攻めはこの二人しかいません。ボールは翼君から美咲君へ。あと、ピエール君がもうここまで戻っています。美咲、僕が一人でピエールを抜くことができれば得点のチャンスはうんと広がる。これは美咲君一人でピエール君を抜きに行きます。再び1対1、宿命の対決。
おあとピエール君のタックルが決まった。ミサキ君抜けません。しかし反町君がよくフォロー。さあボールはナイス反町。翼君に渡った。打たせるな。シュートコースを塞げ。ゴールは割らせん。ゴール前の翼君には完璧のガード。フランスディフェンス陣、せっかくのこのチャンス無駄にできない。しかし翼君強引にシュートに行きます。ふわー来るぞ。シュートブロックだ。おっとこれはフェイントか。バックパス。そこにはヒューガ君が走り込んでる。この位置からなら誰にも文句は言わせねえ。頼むヒューガ君。打たせるか。くらえ。決まった。ゴール。ヒューガ君渾身のタイガーショット。いたか。これが正真正銘のゴールだ。いやー10人で戦う全日本、後半7分2対3と1点差に詰め寄りました。守りから攻め、まさに全員サッカー。これが全日本のサッカーです。そうです、 J ボーイズサッカーです。試合はここからだな。さあ試合再開。後半に入りヒートアップする試合展開。フランス、日本の追撃を食い止めることができるか。ピエール行こう。三田君、二人で行けばいくらピエールでもボールは取れるはずだ。フランスの名誉にかけ絶対にボールは渡さん。ボール。おっと二人上がりのタックルを素晴らしいスピードに抜いたピエール君。まだ俺がいる。ヒューガ君もかわした。ピエール君まさにしなやかな獣。打たせるな。抜かせるか。俺はゴールを取る。キャノンシュートだ。もらった。これをボシ君が蹴り込んだ。フランス4点目。いやこれはノーゴール。その前なんだナポレオン君の突破を反則に取ったようです。この審判フランスビーキばかりじゃ。なんで今のが反則なんだよ。そうだそうだ。伊沢。伊沢。あとその伊沢君が倒れうずくまっています。ナポレオン君にスネをスパイクされたようです。監督、僕に行かせてください。都大会の決勝でも30分以上プレーしています。残りは20分ちょっと。大丈夫です、行かせてください。うん、よし。やはりプレーは無理のようです。伊沢君チームメイトに抱えられて今フィールドを出ます。その伊沢君に代わってグラウンドに立つのは三井君です。アルゼンチン戦でも途中出場、オーバーヘッドシュートを決めました。全日本は切り札の投入です。ナイスファイト伊沢。見すぎ。ナポレオンマークを含めたディフェンスは任せてくれ。みんなその代わり攻めは任せたぞ翼くん。分かった。さあ三井くんのフリーキックで試合再開。それボールは全日本のコントロールタワー翼くんへ。行くぞピエール。おっと翼くんあえて自らピエールくんに向かっていきます。そうなんだ、彼を抜けば流れは変わる。ここでピエールを抜けなければ全日本の勝ちはない。負けるわけにはいかない。俺にはフランス全国民の期待がかかっているんだ。さあ抜くか翼くん、止めるかピエール君。ピエール君が競り勝った。翼くんでも抜けない。翼でもダメなのか。キャプテン同士の対決に勝って士気が上がるフランスの反撃です。慌てるなみんな。てよし。何これはオフサイド。ミセ君の指示でディフェンダーが上がりました。フランスのお株を奪う全日本のオフサイドトラップ。さあボールは再び翼くんへ。どんな戦法で行くのか。ふわーっと翼くん、またもピエールくんに向かっていきます。なんてやつだ。それでいい翼。どんなに強い相手でも俺は勝負を諦めたりしない。何度負けても勝つまで向かっていく。だってそれが俺の目指す世界一への道なんだ。今度は絶対に抜けるという自信があるのか、それともただのバカなのか。バカはバカでも俺はサッカーバカだ。勝負だ。抜いた。一気にトップスピードに乗って抜き去った翼くん。さすがのピエール君も動けません。何。さあそのスピードに乗ったまま突破します。翼くん見ていろ、これが俺の。一気にシュートに行った。甘さを押さずドラ
シュート、決まった、ゴール、同点。後半17分、1人少ない10人で戦う全日本、ついに、ついに同点に追いつきました。ますます激しくなり、ハードなプレーの連続に疲れが溜まっていく。美杉くんの心臓が、立花兄弟が、ヒューガくんが、怪我と疲れが一人少ない全日本を次第に追い込んでいく。もう明日は考えない。この試合に全てを出し切ってやる。新キャプテン翼第10話、激闘血まみれの死守。苦しいのは相手だって同じだ。